はい、それではそろそろ時間になりますので、おかわりレースの方を始めていきます。高木さんと石川さんのヒートです。コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは TKG、はい、石川 RM。 ごめんなさい、高木さんホンダ OK です。11.60。 はい、全車ポンダ OK です。9.13。 9.11。9.86。 9.17。 はい、それで行きましょう。プラクティス終了です。はい、出走順、高木さん、石川さんの順です。それでは予選、公式じゃない予備予選、2分間スタートします。レースを開始します。4、3、2、1、TKG スタート。石川 RM スタート。はい、計測開始しました。ミニッツオープンクラスのおかわりレースです。さあ、1周目、高木さん9秒22。石川さん9秒65。9秒07。さあ、2分間のベスト1ラップで予選の組み合わせを決める予備予選を行っています。現在このヒートのトップタイムは高木さん9秒07。さあ、8秒台高木さんが来た。8秒95、これがトップタイムです。石川さんは9秒65がベストです。石川さんベスト更新9秒23。さあ、1分経過、残りが1分です。さあ、残り40秒。石川さんベスト更新9秒162、高木さんと 0.20 の差、残り30秒切っています。さあ、高木さんトップタイム更新8秒822です。まもなく時間となります。コールがあるまで走ってください。 TKG ゴール、高木さんゴール、レース終了で す。マシンを回収してください。高木さん8秒822、石川さんが9秒162でした。はい、それでは続けて2組目予備予選いきます。プラクティススタート。さんとイッチさんプラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは小松 RM 13。
はい、小松さん OK です。10.30。はい、全社ポンダ OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順、小松さん、一さんの順でお願いします。それでは行きます。2分間レースを開始します。4、3、2、1。小松 RM スタート、一さんスタート。はい、計測開始しました。さあ、1周目、小松さん10秒台、一さんも10秒台。さあ、2周目、小松さん9秒63、一さんが10秒01。3周目、小松さん9秒63、自己ベスト。それを上回ってきたのは一さん、8秒99。さあ、1さんが一気に総合2番手タイムを出してきました。さあ、現在トップタイムは高木さんの8秒82です。さあ、1さん8秒883、総合2番手タイム100分の6秒差です。トップ高木さんとの差。さあ、そして小松さんは現在総合4番手タイムだが、ここで9秒556前、石川さんとのタイム差は 0.5 秒。さあ、1分30秒経過、残りが30秒。さあ、一さんベスト更新8秒868。さあ、小松さん9秒312、自己ベスト更新。さあ、一さん総合2番手タイムでつけています。まもなく時間となります。コールがあるまでタイム有効です。13ゴール。レース終了です。はい、です。マシンを回収してください。8.868。小松さんが9.312でした。さあ、一さんが総合2番手タイム出しています。はい、それでは予備予選の最終組、コースオープンします。よいしょ。プラクティススタート。藤原さんと節也さんプラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは藤原 N、節也 RMLVE。はい、藤原さん OK、節也さんも OK。12.66。
10.70。9.11。9.18。9.70。はい、それでいきましょう。プラクティス終了です。出走順、藤原さん、節也さんの順です。それでは予備予選2分間いきます。レースを開始します。4、3、2、1。藤原 N スタート、節也 RMLVA スタート。はい、計測開始しました。最終目藤原さん9秒88、哲也さんが9秒42、2周目藤原さん9秒52、さあ哲也さん9秒フラット。哲也さん8秒859、これ総合2番手タイム。藤原さん9秒49、自己ベスト。さあ現在総合トップ高木さんです。節也さんとのタイム差が100分の3秒。藤原さん9秒42、自己ベスト。さあ節也さんトップタイムを塗り替えた8秒698、総合トップです。さあ藤原さんは総合5番手小松さんとのタイム差 0.1 秒、刻んできた9秒420。さあ藤原さんあと 0.1 秒です。残り間もなく30秒。さあ藤原さん9秒352、あと 0.03。 さあ残りが15秒。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。藤原 N ゴール、藤原さんゴール。レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。節也さん8秒698、藤原さんが9秒352でした。はい、それでは予選の組み合わせを作ります。予選1回目は6時20分スタートします。石川さん、小松さん、藤原さんのヒートから6時20分スタートします。予選1回目6時20分スタートします。
はい、それでは時間になりましたので予選の1回目スタートしていきます。コースオープンします。プラクティススタート。石川さん、小松さん、プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは石川 RM、 小松 RM、 藤原 N。 はい、石川さん OK。 はい、藤原さん OK、 小松さんも OK です。10.26。先ほどの1回目のレースは19周0秒が A 面ボーダーだったので、この辺がやっぱり勝負どころになると思います。さあ、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は石川さん、小松さん、藤原さんの順です。それでは3分間の予選1回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。石川 RM スタート、小松 RM スタート、藤原 N スタート。はい、全車計測開始しました。最終目、石川さん9秒76、小松さん9秒84、藤原さん12秒80。1周目、さあ2周目、石川さん9秒59自己ベスト、小松さんが9秒55自己ベスト、藤原さん9秒89自己ベスト、現在トップ石川さんです。自己ベスト9秒574、2位小松さんとの差が 0.2 秒、3位藤原さんベスト9秒331はこのヒートのトップタイム。藤原さんトップタイムマークして小松さん追います。その差が 2.4 秒。さあ石川さん、9秒271、トップキープしています。2位小松さんとの差が 1.1 秒。さあトップの石川さんと、おっとここで小松さんがトップに変わっています。2位石川さん1秒差、そして 1.6 秒後ろに藤原さんがいる。さあ石川さん大きくタイムを落としている。2位に藤原さん浮上です。藤原さんが2位、トップとの差が 2.7 秒から3秒といったところか。さあ残りが1分30秒。さあトップは小松さんです。2位藤原さん、藤原さんが 1.3 秒差までつけている。さあこの週も藤原さん 1.4 秒差です。トップと、小松さんを追いかけます。2位藤原さん。さあ2分経過、残りが1分です。さあトップの2台、小松さんと藤原さんは19周ゴール予想と出ています。さあ残り45秒です。小松さん差を広げたか、藤原さんとの差が 3.9 秒。さあ残り30秒です。小松さんどこまでタイムを、上げてこれるか。さあ小松さん自己ベスト9秒439。さあ藤原さん少しペースが落ちたか、ゴール予想18周に変わっています。残り20秒。さあ小松さん9秒396、自己ベスト。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。さあ小松さんは19周入った。石川 RM ゴール、石川さんゴール、藤原さんゴール。レース終了です。
です。ゴールです。マシンを回収してください。小松さん19周6秒、藤原さんが18秒0、石川さんが16周0でした。はい、それでは続けて予選1回目の2組目、構想します。プラクティススタート。プラクティス時間は節也さん、2分、高木さん、コースオープンします。です出走ドライバーは、節也 RMLVETKG13。はい、それではポンダーの確認からお願いします。1さん OK。 はい、節也さん OK。 はい、全車ポンダー OK です。さあ、先ほどの1回目のレースでは、節也さん21周6秒という記録が残っています。 9.73。 20.57、 20.90、 26.75。 14.73。19.89、 23.73、 10.63、9.16。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は節也さん、高木さん、一さんの順です。それでは3分間スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。節也 RMLVE スタート、 TKG スタート、一さんスタート。はい、計測開始しました。現在のトップタイムは小松さんの19周6秒です。さあ、1周目、節也さん8秒94、高木さんが9秒33、一さん9秒37。さあ、2周目、一さん8秒98。高木さん9秒20。現在順位は節也さん、一さん、高木さんの順。高木さん9秒05、自己ベスト前、一さんとの差が 1.5 秒です。さあ、節也さん8秒76、自己ベストトップです。高木さん9秒00、自己ベスト前との差が 1.4 秒。節也さん8秒72、自己ベスト。さあ、現在2番手1さんです。トップ節也さんとの差が 1.2 秒、そこから 1.7 秒後ろに高木さんがいます。1分経過、残りが2分。さあ、高木さんも8秒台入ってきた。8秒98、全車8秒台出してきています。さあ、現在変わらずトップ節也さんです。2位1さんとどのぐらいの差がついているんでしょうか。 1.5 秒差ですね。そして高木さんが 2.8 秒後ろにいます。ここで折り返しの1分半。節也さん、今回21周ゴール予想出ています。
さあ、1さん8秒88自己ベスト、高木さんが8秒96自己ベスト。さあ、再び高木さん自己ベスト8秒884、前との差が 2.9 秒。さあ、高木さん2位に浮上です。3位1さん 1.8 秒差、高木さんはトップとの差が 4.4 秒。さあ、残り1分切っています。さあ、トップの瀬谷さんは現在も21周ゴール予想変わっていません。残りの2台は2人とも20周ゴール予想出ています。残り40秒でどこまでペースを上げられるか。さあ、1さんが再び高木さんにチャージしている。その差が2秒。さあ、高木さんもベストに近いタイムを刻んで逃げます。1さんとの差を 2.2 秒少し広げた。残りが間もなく10秒。さあ、トップのマシン20周目入っています。ゴール予想は21です。さあ、高木さん8秒87自己ベスト。さあ、節也さんが21周入った。間もなく時間です。TKG ゴール。高木さんゴール。節也 RML グリーンゴール。レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。節也さん21周7秒。高木さんが20周4秒。一さんが20周の6秒でした。予選の2回目40分からします。予選2回目6時40分スタートします。
はい、それでは時間になりましたので予選2回目始めていきます。プラクティススタート。藤原さん、プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは藤原 N、 小松 RM、 石川 RM。
はい、藤原さん OK です。はい、小松さん OK。 10.74。 9.85。 9.79。9.76、14.69。10.57、12.74。はい、全所ポンダ OK です。10.56、11.45。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は藤原さん、小松さん、石川さんの順です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。藤原 N スタート、小松 RM スタート、石川 RM スタート。はい、全車計測開始しました。最終目、藤原さん9秒93、小松さん9秒78、石川さん9秒68。石川、小松、藤原さんの1周目です。小松さん9秒56自己ベスト、石川さん9秒60自己ベスト。順位に変動ありません。さあ、藤原さん9秒70自己ベスト、小松さん9秒55自己ベスト、石川さん9秒58自己ベスト。さあ、順位に変動ありません。藤原さん9秒66自己ベスト。さあ、現在トップ石川さんです。小松さんとの差が1/100秒、そして 0.8 秒後ろに藤原さんがいます。さあ、ここで石川さん9秒54自己ベスト、少しおっと2位に藤原さん浮上してきています。小松さんちょっとクラッシュがあった模様。さあ、石川さん9秒18自己ベスト、小松さんが9秒50自己ベスト、藤原さんが9秒47です。さあ、トップ石川さんです。変わらず2位藤原さん 1.5 秒差、小松さんは 0.2 秒後ろにいる。小松さん9秒44自己ベスト。さあ、石川さんちょっとクラッシュがあった模様。藤原さんトップに変わっています。2位に石川さん 0.3 秒差、3位小松さんは 0.9 秒後ろ、かなり接戦しています。ここで折り返しの1分30秒、全車19周がゴール予想です。さあ、トップはここでトップ石川さんに変わっている。2番手藤原さんと 0.4 秒差、3番手小松さん 0.8 秒差です。さあ、ここで小松さんが2位藤原さんに近づいている。と思ったが、小松さんこの周はちょっとロスがあった模様。さあ、残りが40秒です。さあ、トップ石川さんに藤原さんが近づいている。 0.7 秒差。さあ、ここで藤原さんベスト9秒46、前との差 0.9 秒、残り30秒切ってます。さあ、藤原さんがトップ石川さんを捉えることができるか。残りが間もなく15秒。おっと、ここでトップの石川さんが止まっていたぞ。どうなんだ、残りが間もなく5秒。ここで藤原さんトップ変わっている。
19周目に入った藤原さん、さあ間もなく時間となります。石川さんも19周目入った。小松 RM ゴール、小松さんゴール、藤原 N ゴール、レース終了です。はい、全車ゴールです。マシンを回収してください。藤原さん19周4秒、石川さんが19周5秒、小松さん18周の1秒でした。さあ今のラウンドタイムアップしたのは藤原さんと石川さんです。藤原さんが総合4番手に上がってきました。はい、それでは続けて予選2回目、2組目、高速します。プラクティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーは13 TKG 節夜 RMLVE。今日6名なんで決勝は 4-2 でやろうと思います。 4-2 です。 4-2 現在の暫定1位は節也さん、2番手高木さん、3番手が市さん、4番手が藤原さん、5番手石川さん、6番手小松さんです。ただ4番手争いは1秒とか2秒の間に3台入ってますんで、かなり接戦。はい、せつやさん OK です。いちさん OK。 はい、全車飛んだ OK です。10.79 9.12 9.77 9.02 10.95 9.35。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順、いちさん、高木さん、せつやさんの順でお願いします。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1、1、3スタート。 TKG スタート。せつや RMLVE スタート。はい、全車計測開始しました。1周目1さん9秒25、高木さん9秒07、節也さんが8秒82、さあ2周目1さん9秒15、高木さん8秒台8秒90、節也さん8秒72、節也高木1さんの順です。さあ1さんも8秒台8秒97。さあまずトップ節也さんです。2位高木さんとの差が 0.8 秒、3位市さんも 0.8 秒差。さあ市さん8秒88、高木さん8秒89自己ベスト、節也さん8秒72自己ベスト。さあ2番手争い、高木さんと市さんかなり接近してきている、 0.3 から 0.5 の差です。さあここで節也さんちょっとミスったか、高木さんが 0.3 秒から4秒の間詰めてきているようです。さあ今 1.1 秒の中に3台入る展開、ここで折り返しの1分30秒。さあ今回高木さんも市さんもペースがいいです。21周も狙えるかというところを走ってます。トップの節也さんはゴール予想、今回も21周と出ています。
さあ、そろそろちょっとばらけてきましたね。トップ節也さんと2位高木さんとの差が 2.7 秒、一さんは前、高木さんとの差が 2.9 秒です。さあ、今回3台とも予選1回目のペースを上回っています。さあ、残り間もなく45秒です。現在3台とも同一周回で争っています。トップ節也さんに高木さんとの差が 3.5、 3位が1さん3秒差。さあ、ここで高木さん8秒870、自己ベスト、このヒートの2番手タイム。さあ、残り15秒です。さあ、前者19周目に入っています。さあ、節也さん8秒72、自己ベスト、まもなく時間となります。さあ、節也さん20周今回も乗っけてくれた。高木さんゴール。さあ、節也さん20周入った。ベストも8秒604出ています。レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。20周6秒、高木さん20周2秒、一さんが20周の5秒でした。さあ、今の3人は3人とも自己ベストを更新してきています。時間空いた方がいいですか。じゃあ何分？5分。じゃあ7時から、7時スタートで、予選の3回目7時スタートにします。今回予選の組み替えはありませんでした。予選2回終えてトップは節也さん21周6秒です。2位高木さんが20周2秒、3位が一さん20周5秒、藤原さんが19周4秒。ここまでが現在の A メインボーダーです。石川さんは 1.1 秒差で総合5位、小松さんは 1.1 秒差で総合6位。フル戻し0秒から20周で入れるんですよ。予選3回目は C スタートです。
はい、それでは時間になりましたので予選の3回目大丈夫セテさん、はい、はい、それではコースオープンします。プラクティススタート。藤原さん、石川さん、プラクティス時間は小松さんのヒートです。2分、コースオープンします。出走ドライバーは藤原 N、石川 RM、小松 RM。 はい、石川さん OK です。さあ、ここは A 面入りをかけた3名による争いです。現在暫定4番手藤原さん19周4秒、これが A 面のボーダーラインです。藤原さん OK。 はい、全車ポンダ OK です。20.08。 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は藤原さん、石川さん、小松さんの順です。それでは予選の最後スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。藤原 N スタート、石川 RM スタート、小松 RM スタート。はい、全車計測開始しました。19周の4秒、これがボーダーです。1周目藤原さん10秒13、石川さん9秒56、小松さん10秒31、石川、藤原、小松の順です。さあ、2周目藤原さん9秒53、小松さん9秒43、自己ベスト。さあ、まずは2番手争い、藤原さんと小松さんです。1/100秒差、石川さん9秒49、自己ベスト。さあ、この週は小松さん2番手です。ただ1/100秒後ろ藤原さん。さあ、石川さん9秒17、自己ベスト。さあ、2番手小松さんと 1.1秒差、3位藤原さん 0.7 秒差です。藤原さん自己ベスト9秒33。さあ、1分経過、残りが2分。さあ、現時点で3台とも A メインボーダー上回ってきてます。さあ、 A メインボーダー3人とも入る可能性あります。さあ、現在トップは石川さんです。2位藤原さんか、2位小松さんですね、ごめんなさい、 1.4 秒差、3位が藤原さん 0.4 秒差。さあ、藤原さん9秒29、自己ベスト。さあ、一気に小松さんとの差を 0.3 秒に縮めてきた藤原さん。さあ、再び藤原さん自己ベスト9秒28、小松さんを抜いて藤原さん、ここで2位に上がってきました。トップとの差が 1.5 秒。さあ、ただ石川さん今回ペースいいです。ゴール予想20周と出ています。残りの2台も現在の A メインボーダーを超えるタイムは出しているが、石川さんずば抜けているのか。残りが1分。さあ、石川さん14周目、同一周回、藤原さんが 1.7 秒差、小松さん藤原さんとの差が 0.5 秒、自己ベストが9秒38、藤原さん9秒26、自己ベスト。残りが45秒。さあ、藤原さんトップと 1.5 秒差、小松さんは 0.8 秒差、石川さん9秒102、自己ベスト更新。2位藤原さんとの差を 1.9 に広げた。残り30秒。さあ、トップの石川さんは依然としてゴール予想20周から19周0秒近辺と出ている。もちろんこれで入れば A メイン入り決めます。さあ、残り間もなく10秒です。全車18周目走行中。さあ、石川さんと藤原さん19周目入りました。その差は2秒。藤原 N ゴール、藤原さんゴール、石川 RM ゴール、石川さんゴール、
レース終了です。はい、ゴールで最終マシンを回収してください。トップゴール藤原さん19周2秒、2番手石川さん19周2秒、小松さんが19周4秒でした。んなんか鳴ってる、あれ、あ、鳴ってない。さあ今のヒートは3台ともタイムアップしたものの藤原さん総合4番手 A 面入り決めています。はい、それでは予選最終組コースオープンします。プラクティススタート、高木さん、プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは節谷 RMLVETKG13。 さあすでに A 面入りを決めている3名による争い。関谷さん21周の6秒が TQ タイム現在、それを高木さん20周2秒、イチさんが20周5秒がベストです。はい、関谷さん本田 OK。 9.11。 高木さん OK です。9.09。 9.10。 9.15。 はい、全車ポンダ OK です。9.56、 9.28。 9.88、 12.74、 16.99。9.62、 9.45、 11.56、 10.51、 14.43、 11.51。 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。プラクティス終了です。出走順、節谷さん、高木さん、イチさんの順です。それでは予選の最後スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。節谷 RMLVE スタート、 TKG スタート、イチさんスタート。はい、全車計測開始しました。さあ先ほどの練習ヒートではイチさんが1人8秒台出していました。1周目節谷さん9秒40、高木さん9秒05、イチさん9秒22。1周目は高木一さん、節谷の順。さあ2周目、節谷さん8秒97、一さん9秒04、順位に変動ありません。さあ、一さん8秒954、トップです。2番手に節谷さん、3番手高木さん、節谷さん8秒863、高木さん8秒960、この週も一さんトップです。愛さんちょっと遅れたが、この週節谷さんトップ変わっています。100分の8秒差で1さんに、3番手は高木さんです。節谷さん自己ベスト8秒765。さあ2番手3番手に何かあった模様、節谷さんが引き離し始めています。1分経過。さあ2番手1さんと 1.5 秒の差をつけたトップの節谷さん、高木さんは 2.8 秒差です。3番手、
さあここで折り返しの1分30秒です。今回も節也さんゴール予想21周と出ています。一さんが20周、高木さん19周がゴール予想。おっとここで節也さんクラッシュがあったのか。トップには一さんに変わっています。2番手高木さん、3番手節也さん。ただ節也さんこの周8秒台にラップタイム戻して2番手に戻っている。さあ現在3台とも同一周回13周目です。トップは1さん、2番手高木さんとの差が 2.5 秒、3番手節也さん 0.3 秒。1さん自己ベスト8秒941。さあ節也さん8秒752自己ベストで2番手上がってきた。トップ1さんとの差が2秒。さあ1さんこのペースでいくと自己ベストを超えてきます。この3台で自己ベストを超えてきそうなのは1さんだけです。残りは30秒。さあ1さんトップです。2番手高木さんです 2.7 秒差。3番手節也さん 2.4 秒差。さあ1さんこのままでいくと総合2番手上がってきます。このペースでいくと2番手上がってくる。残りが10秒。さあ1さんトップです。2番手高木さんと 3.3 秒差。節也さん今高木さんと同一周回7秒の差がある。まもなく時間です。さあ1さん20周目入っている。高木さんも20周目。節也 RML V イコール13ペース終了です。マシンを回収してください。1さん20周の4秒です。高木さん20周7秒、節也さん19周5秒でした。決勝1回目20分スタートします。あごめん、決勝の1組目、うん、20分、うん、B メインの決勝レースは20分スタートです。
さあ、ドロームがあるんですよ。土曜日だけだね。もしかしたら確定申告間に合わないかもしれない。どういう答えかよ。
はい、それでは時間になりましたので B メインの決勝レース始めていきます。プラクティススタート。コースオープンします。プラクティス時間は石川さんと小松さんのコースをオープンします。出走ドライバーは石川 RM、 小松 RM。はい、小松さん OK です。はい、石川さんも OK。 はい、それでいきましょう。プラクティス終了です。リバーススリットスタートになります。前が小松さん、後ろが石川さんです。前が小松さん、後ろが石川さん、はい、はい、藤原さんありがとうございます。それでは B メインの決勝レース8分間です。フライング気をつけてください。レースを開始します。4、3、2、1。はい、計測開始しました。おお。さあ、1周目トップで開始かな。石川さん、小松さんの順。さあ、2周目も順位は変わっていません。ベストも石川さん9秒51、小松さん9秒54。さあ、石川さん9秒45自己ベスト。さあ、2台の差ちょうど 0.5 秒です。さあ、小松さん9秒49自己ベスト。さあ、ここで石川さんクラッシュでトップは小松さんに変わった模様です。変わっています。その差が 0.75 です。さあ、石川さん9秒40自己ベスト。さあ、再び石川さんトップ変わっています。その差 2.6 秒。さあ、石川さんが9周目に入った。小松さんも今9周目、9秒44自己ベスト、その差が 2.7 秒。さあ、ここで再び小松さんトップに変わってきます。10周目に入ったところ、石川さんとの差が 3.6 秒。さあ、小松さん11周目、石川さんとの差が 3.2 秒。石川さん9秒40はこのヒートのトップタイム。さあ、トップタイム更新してきた。9秒39、その差 3.1 秒。2分経過、残りがまだ6分あります。さあ、3秒ちょうどの差に詰めてきています、石川さん。さあ、この週9秒258ベストを更新して、その差 2.7 秒。さあ、9秒240、 1.5 秒差。さあ、石川さんが再びトップに変わった。その差が1秒です。さあ、石川さん9秒03自己ベスト。さあ、石川さんが小松さんをラップしようかというところに来ている。3分経過、残り5分。さあ、1周差をつけ、トップ石川さん1人、20周目、小松さん19周目です。
さあ石田さんが23周目。さあもう間もなく折り返しの4分になります。ここで4分、市川さん49周がゴール予想です。先ほどは確か51周ゴールだったと思います。さあ小松さんと4周差をつけたトップ石川さん、ベストは9秒03が16周目に出ています。この週は9秒38。さあ小松さんもこの週は9秒78とラップに戻してきているように見えます。さあ時計まもなく5分になります。残り3分です。残りが3分。さあ石川さんペース上げてきた。49周予想から50周に上げてきている。残りまだ3分あります。さあ間もなく時計は6分になろうかというところ。残りが2分です。あら、これでなんと石川さん1人だけの走行になってしまった。直った。さあ石川さん、先ほどの1回目のレースは49周ゴールだったので、このペースいくと自己ベストを超えてきます。おっと、ここで小松さんがリタイアか。さあ残り1分30秒。もうこうしたら石川さんに8秒台入ってもらうしかない。9秒03が今ベスト。さあこの週は9秒47。さあこの週9秒31。9秒48。残りが1分です。さあ残り40秒。46周目走行中。ゴール予想は50周です。9秒27。残り30秒。さあ9秒21。残りが間もなく10秒です。さあ50周目に入った。残りが4秒。石川 RM ゴール、はい、ゴールです。50周の5秒でした。小松さんは37秒残念ながらリタイア。レース終了です。マシンを回収してください。Thank you.
はい、それでは今日最後のレース A メインの決勝レースコースをオープンします。プラクティススタート。立ち位置は成績順で決めてください。2分節也さん、コースをオープンします。出走ドライバーは節也 RMLVETKG13 藤原 N。うん、高木さん、高木さん、あれ本当、うん、使ってなかったの、ずいぶん前に商品だけたやつ、もうちょっとやるしかない。長谷川さんと一緒です。ああ、スポンジ？ゴムでも大丈夫ですよ。うん、長谷川さんゴムなの？タルのゴム。ゴムなの？ゴム。おみさんもゴムですよ、さっき。いや、スポンジだっつって。あ、本当？あの時は、なかった。自分で切って作った。はい、それではポンダーの確認からお願いします。はい、高木さん OK です。哲也さん OK。はい、一さん OK です。はい、全社ポンダー OK です。11.52。 13.51。 10.77。 10.22。9.28、 9.64、 13.20。 はい、ありがとうございます。それでは行きましょう。プラクティス終了です。前から節也さん、高木さん、一さん、藤原さんの順です。すみません、節也ありがとうございます。はい、それでは8分間の A メイン決勝スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、全車計測開始しました。さあ、まず高木さんが先頭か。トップで帰ってきたのは節也さん、一さん、高木さん、藤原さんの順。早くもさあ、節也さんがトップタイム更新、8秒552、周目、一さんも8秒台、8秒86、高木さん9秒07、藤原さんが9秒54です。さあ、現在トップ節也さん、2位一さんとの差が 1.5 秒、3位高木さん 1.2 秒、4位藤原さんが 2.1 秒差です。さあ、早くもトップの節也さん、2位一さんとの差を 1.5 秒に広げています。高木さんは3番手 1.6 秒差、4番手藤原さんが 3.2 秒差。さあ、高木さん自己ベスト8秒90、前一さんとの差を一気に詰めた 0.4 秒差。藤原さん自己ベスト9秒45、前との差が 3.8、 一さん負けじと自己ベスト8秒85。さあ、藤原さん9秒38、自己ベスト、前との差が4秒。さあ、2番手争い、一さんと高木さん 0.4 秒差です。さあ、この周は 0.6 秒差、2番手争い。さあ、1分30秒経過。
高木さん自己ベスト8秒89前との差が 0.3 秒2番手争いが激しくなってきたかこの周は 1.1 秒差さあ4番手藤原さんは高木さんとおよそ6秒の差がありますさあ一方トップ節也さんは2番手市さんと 4.5 秒ほど差をつけているようですさあ2番手争いが再び接近してきています市さん高木さん 0.7 秒差さあ間に1台藤原さんを挟んで争っているのが2番手争いさあ2番手争い市さんと高木さんこの周の差が 0.7 秒ですさあ一方トップ節也さんは4番手藤原さんをラップした模様そして高木さんの後ろにトップのマシン近づいてきていますさあ高木さんかなり近づいてきているように見える0.5 秒差、2番手争いこの周も 0.5 秒差、2番手争いさあ一方トップのヘルツァーさんは1人今23周目走行中さあ2番手争い 0.4 から 0.5 秒の間で争っていますこの周ちょっと縮まったかいや 0.5 秒差ですさあここで折り返しの4分ですトップの節也さんは55周予想市さん高木さんが53周予想藤原さん48から49といったところさあここで高木さんが市さんをパスして2位に浮上ですさあおおおおさあ2番手争いは再び仕切り直しですその間に節也さんが全車ラップしていますさあこの周市さん2番手高木さんとの差が 0.3 秒さあこの周は 0.2 秒差です高木さん近づいてきてるさあ5分経過残り3分です藤原さん自己ベスト9秒31さあ2番手争い 0.2 秒差です現在同一周回で争っているのは2番手争いの市さんと高木さん現在35周目おっとここでトップの節也さん転倒したが自分で自ら戻ってきた順位に影響はないでしょうさあ一方2番手争いですが 3.2 秒差まで広がっている模様だ高木さんが1回12秒台マークしているさあ再び高木さんチャージします8秒88自己ベスト前との差が 2.7 さあ高木さんが8秒台を連発して前市さんを追いますこの周一気に 0.8 秒差まで詰めてきたさあこの周も 0.8 秒差そしてその後ろ高木さんの後ろからトップのマシン再び近づいてきますさあ残りが間もなく1分30秒藤原さん自己ベスト9秒22
さあ高木さんが近づいてきてるぞ。高木さん自己ベスト8秒81、その差 0.7 秒。ごめんなさい。とここでトップ節也さんと3位高木さんが接触。さあ残り間もなく1分です。高木さん再び3秒差。残り1分でどこまで戻せるか。さあ残り1分切ってます。さあ高木さんと2位市さんの差は 4.6 秒。残り45秒。さあ残り間もなく30秒です。トップのマシン50周目に入った。ゴール予想は53です。さあ高木さんペースを上げて一さんを追うが、50周目の差がちょうど4秒、残りが15秒。さあトップのマシン53周目に入った。おそらくこれが最終周でしょう。 TKG ゴール、高木さんゴール、セスヤ RNLV2 ゴール、一さんまだ、藤原 N さんゴール、レース終了です。はい、者ゴールです。マシンを回収してください。さん53周1秒、2位が一さん52周6秒、3番手高木さん51周0秒、藤原さんが47周の5秒でした。